はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ミヒトです。今回はですね、シャドーバースの方をやっていきます。で、今回は、アンリミテッドの方で僕がちょっと最近楽しく使ってる、デッキのご紹介です。ビショップのデッキなんですけども、都市ということで、黄金都市をキーカードとしたデッキでございます。まあ黄金都市ね、今でもぶっ壊れてるというか、今アンリミテッドではビショップ大体これしかないんじゃないか。黄金都市を使って、セラフですね、封じられし四天使を、最後までやって特殊勝利を狙っていくデッキとなります。で、そうですね、フォロワー自体は、2人だけですね。はい、絶決さんと、絶対の盾ですね。あの2人だけなんですけども、これがね、勝てるんですよ。なんて言ったってね、黄金都市は、手札になくても、2PP 余らせてれば勝手にデッキから出てくれるんですよ。だから1枚だけです。で、その後は、まあそうですね、いっぱい相手がフォロワー並べてくる感じだったら、テミスだったり、禁じられた儀式、死への宣告、違う、死の宣告か、とかで倒せますと。で、そうですね、5コストのこの古の聖域も、なかなか強い。なんで3枚入れてるかっていうと、ウィッチ対策なんですけどもね、はい、炎の悪劇とかそういうので、ばっこり取られないように、選択不可のフォロワーを2回出していこうということで、これがぶっ刺さるんですよ、ロイヤルに。まあ、今のロイヤルはアグロもしくはスパルタクスって感じなんですけどね。じゃあ、今回はこちらのデッキを使ってやっていきたいと思います。今日も楽しくゲーム実況、プレイは大胆かつ慎重、プリーズサブスクライブランデブー、ミヒトチャンネル。はい、それではやっていきましょう。お相手さんはウェッジと、まあ正直苦手ですよね。はい、黄金都市2コストなんで虹の輝きで返されちゃう。あとたまに入ってるけど、四天使の剣も壊されちゃうので嫌ですね。四天使の剣の方が嫌かなと。四天使は1枚でいいです。マジか。聖堂の天球儀1ターン目動けるのはいいんですけど、四天使2枚はな。1枚ちょっと別のカードと交換お願いします。はい、やっていきます。ご信頼さん、いいですね。聖堂の天球儀、ここから、なるほど、重機の呼び声いいかな。まあいいかな。で、お相手さん1ターン目から動いてくるとは思うのですが、マナニアの知識、アンリミテッドではマナニアの知識っていうスペルカード1枚しか入れられないので、偶然持ってたか。どうかな、偶然持ってたって考えるのは都合がいいような気がしなくもないけど、2ターン目の動きはなし、虹の輝きはないな。 OK、 じゃあそうですね、重機の呼び声、武神雷さんはまあまだ置かなくていいでしょう。テミスが欲しいかな。まだどんなタイプかわからないけど、テミスは大体いいので、強いので、はい。あ、テミスといっても粛清ではないです。審判ですね。肋骨の方です。さて、お相手さんに虹の輝きはなかったけど、四天使の剣があったみたいですね。これはちょっと積んだか？やばいですよ、ちょっと。正直なところやばいですよ。まあ今のところまだどっちか分かってないので、まあどっちっても2つにしか限ってないんですけど、あれですよ。あれですよ。デッキ？お相手が、もしマナリアの方だったら嫌なんですよ。0コスト、違う、1コストでアンの大魔法を使えるようにするオズの大魔女が入ってるマナリアウィッチがアンリミテッドたまにいるんで、まあ、そうだよな。この人が出た時点で、まあマナリアですわ。まあ、どうかな。いっぱい並びはしないと思うのよね。たくさん並ぶことはないと思うから、手水がなくてもいいかなと。OK。これで、そうですね。お相手さん、ここは何も出してこないんじゃないかなと思いますが、使ってくるとしたらスペルカードかな。まあ、アンを最初から持ってたとしても、まだ、7コスト、6コストくらいだからまだ出せない。マナリアのマダン痛い。ウィンドブラストを取ってくるのね。今しがた引いたウィンドブラストだったようです。 OK、 開いたテミス、まあいいでしょう。二世の聖域からのバロンも進化を起きしておきます。はい、炎の悪劇とかで、選ぶことができないので、
まあ相手さんは殴ってくるしかないであろう。ランゼム破壊はウィッチはほとんどないので、このマナリアでマナリアないと方便。マナリアカードを何かしら持ってきました。マナリアが2枚、おっそう、もう出てきたか。ちょっときついな。絶対あのオズの大魔女持ってるよこれ。オッケー、それだけならまだよし、それだけならまだよし。ブローディア、いやピンザシブローディア、これがまさか輝くか。死の宣告よりはブローディアの方が良さげかな。今日展開、このブローディアさんをもうね出したおかげで、私はあのデュランダルと効果が一緒ですよ。5以上のダメージは4になる。その代わりアミュレットがないとダメなので、次は封じられた視点者あたりを置いておけばいいかな。消すカードは入っていないであろう。おお、何を持ってきてるんでしょうか。ただ、案が入ってるってことは、グレアもいるよな。ただ、取れない。あら、おばちゃん。あら、マジ？ゼロコストミラか。まあ、必殺のマダンじゃなかったから、必殺のマダンはそれごめんなさい、ワルズですわ。マナリアのマダンじゃなかっただけ。両方、防塵だったみたいですね。これはまあ、テミスやろうと思えばやれますけど、そうですね、これでフォロワーが並ばなければ、並んでもまあ1段は耐えられるか。竜の力を解き放つ。炎熱プラス相打ちといったところでしょうか。オッケー、アンは出なかったんで、何点ダメージ、7点ダメージはか、あ、甘んじて食らいましょう。オッケーです。これであとは耐えるのみよ、耐えるのみよ。これであとは耐えるだけ。絶対オズの大魔女入ってますから、スペルカード、スペルブーストを持たないスペルカードを1コストにねするんで、今8コストでしょ。オズの大魔女で3コスト、あ、残り3コストにして、アンの大魔法で1で残り2コストで何してくるかって感じですけどね。オズの大魔女絶対入ってるんだよ。アンリミのマナリアは生きるよ、私は生きるよ、まだ体力残すよ。こっちにはテミスもあるからね。これで、どんだけ、5以上のダメージは4になるので、アンの大魔法も4ダメージになる。クレイゴーレムさん、アンの大魔法、うん、ボジット、まあそうだね、こっちがオズの大魔女を除去してくると考えたんでしょうね。本当はな、これな、もうちょっとで毛高き恐竜あと1枚あればいいけど、ちょっとこれでなんかいいカード引いてくんない。自由の祈り、ダメですよね。黄金都市があればもう一枚の中の今手に入った中の祈りで勝てたんですけど、大ごとし消されちゃったせいでちょっと一段遅れるということで、テミスでさよならバイバイですね。はぁ、きつ、一枚スペルカードがあったみたいですね。ゼロコストでアンを手に入れても、いや、オズの大魔女があったらいけるのか。ちょっと待ってくれ。マナリアライターティコ頼む、勝ちたい。ジル、魔力の全てを教えましょう。ゲイザーも入ってんの、どういう、怖っ、マジですか、マジで。あん2枚目ゼロコスト、うーん、勝ったわ。あ、危な危な、勝ちました。はい、治癒の祈りもしくは毛高き恐竜で勝ちですね。危な、そして祈りの栄光ある勝利に、あぶねー。全体的にね、あのウィッチと相性が悪いんですよ。あの虹の輝きで返されるわ、支援者の剣で消されるわ、で、夜明けまでは遠いわ、危なかった。さあ、レッツ2戦目ということで、お相手さんは誰でしょうか。ロイヤルさん、アグロロイヤルは微妙で、そうですね、スパルタクスロイヤルはもう負け確定かなといったところなんですけども、どうしましょうか。高校引いたんなら、なんだろうな、ここか、アグロだったらやばいですね。
お相手さんがアグロじゃないことを祈りつつ、スパルタクスでないことも祈りつつやってまいりましょう。アグロですね。いやーいけるかなこれ。よろしくお願いしますって言われました。天使よろしく。いやこれはちょっと集合が要になりそうですね。まずこれはあニコスの目の動きなしなし、よかった、それはよし。池高き強力聖堂の天球儀、これは黄金図書召喚。クイックブレーダーが出てきた時点でほぼほぼアグロが確定していますので、ノーミストルンバー戦場をかけましょう。戦場をかけましょう。もうすでに体力15ですね。はい、イニシエの聖騎やん、漆黒の宝典からの天球儀、聖騎もう一枚持ってきてくれても、グシュンライさんか。そうですね、4コストででかいフォロワーだったらどうだろうな。ノービストルとか戦場をかけましょう。止まらねえな。そうですね、いいカード引いた。死の宣告、さよならバイバイ。速さが足んねえな。さてお相手さんの5コスト、アルベールは勘弁、アルベールは勘弁。ジュリエット、ジュリエットかな。セルフ円卓会議、なるほど、これで決めます。これで6ダメージ。これで除去できたとしても、2人とも除去できたとして、アルベールとあいつで終わりだ。死の宣告。マジでもここはイニシエの戦域の方がいいような気がしなくもないんだよな。ちゃんとコストを使いたいのでイニシエの戦域でいきましょう。プラス守護張れるので、まあ、どの道あれです、あのアルベールとクイックブレーダー、もしくはランスロットとクイックブレーダーで終わり。ただお相手さんは手札4枚ですし、いやーどうだろうね、多分そのジュリエットは相打ちしてくるはず、してくるよね。アグロデッキで勝てたらすごいぞ。頼む頼むから、お願いです、お願いです、お願いです。クイックブレーダー持ってないでください。持ってない、よし、1 1やばいやばい。西江の聖域2枚目いくぜ。OK。とにかく守護を張ることは成功した。どの道クイックブレーダープラス疾走系で終わりですが、疾走2枚で終わり。突進プラス疾走でも終わり。どうだどうだどうだ、アルビダの号令、久しぶりに見た、久しぶりに見たけど。さてさて、守護を張る重機の呼び声、愚信雷さん、死の宣告はもったいない気もするけど出しましょう。さよならバイバイ。 OK、 すいません、平垣距離で片方進化を消しておきましょう。 OK、 守護2枚置き、勝てるか、この守護2枚に勝てるか。レイサムはないでありましょう。もしあったとしても突進はできませんで、なんだったら、愚神雷さんで吹き飛ばすこともできる。これは四天使を置く暇がありません。うわーマジかー。ただただこれは取れる。宝典ブルボーディア遅い、宝典からの愚神雷さんで気高き強力、おいこれで消す。 OK で愚神雷さんいいぞ。ちょっと三奪の使徒は入ってないと思うけど、それでも終わりですよ。この守護2枚突破できるか。進化権を切らしたアルベールを使っても1体としか取れない、1体としか、1体しか取れない。どうだ、勝ったろドラゴンナイツ。俺に続け、お相手さん間違えたかもしかして、勝ちです、よっしゃー。ウロデッキに勝ったー、嬉しい。
黒歴に勝ってるとはね。夜明けまで遠い。はい、いかがだったでしょうか。まあ、今回2戦いって2戦とも勝ち、まあ、1戦目はギリギリ四天使発動、2戦目は耐えたっていうのかな、耐えしのぎましたね。はい、まあ、若干お相手さんのね、あの最後プレミみたいな感じかなとも思いましたけど、まあ勝負勝ちは勝ちですと。まあ黄金都市1枚だけなので破壊されたらそこからあとで結構きつくはなっちゃうんですけども、まあアンリミテッドで強いデッキっていうと、まああんまり四天使の剣が入ってるってことはないんですよ。だからまあ大体ウィッチと会った時はちょっと覚悟した方がいいですよね。はい、虹の輝きで戻されたりしますので、はい、プラス虹の輝きで戻しつつ向こうはあのスペルブーストでね、あのゲイザーとかのコストが下がっていきますから、おかしいですね。ドロシーですね、うん、ドロシー自体を10コストにしてもいいんじゃないかな、うん、まあそこら辺は置いておきましょうか。でそうですね、やっぱり黄金都市を手札に加わらないように1枚にしてますので、まあなんですかね、四天使の剣をやめて、黄金都市をもう1枚入れるっていうのもありかもしれません。あの破壊された時をですね。あとはまあブローディアも1枚でいいかなと。オーウェンはね3枚入れてもよかったんですけど、まあこれはコスト上ですね、コスト上というか僕のあのレッドエーテルの事情上2枚しか入れれておりません。まあそれでも十分強いデッキですのでね、はい、皆さんぜひ使ってみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。今回の動画は楽しんでいただけたでしょうか。コメント、高評価、チャンネル登録、リクエストの方お待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。